航空機型パルトの研修試験研修試験のために準備されているジェームズ・ウェップ宇宙望遠鏡の6つの主要な鏡研修試験は工学の様々な分野で使用または契約要件が満たされているかどうかを判断するために実施される試験のこと受け入れテストとも呼ばれるこれには科学試験、物理試験またはパフォーマンステストが含まれる場合がある システム工学ではシステムの配信前にシステムで実行されるブラックボックステストが含まれる場合がある。研修試験はユーザー研修試験、エンドユーザーテスト、運用研修試験、研修試験駆動開発、またはフィールドテストとも呼ばれる。研修基準はシステムまたはコンポーネントがユーザーや顧客による研修時に満たすべき基準である。スモークテストは ソフトウェアのビルドをメインのテストプロセスに導入する前の研修試験として利用できる。テストはテスト対象の一つ以上のアイテムのプロパティの検出及びまたは評価を容易にするために実行される一連の活動である。テストケースと呼ばれる個々のテストはテストの目的を達成するためにテスト項目の実行を促進するために開発された。 事前定義された一連のテストアクティビティを実行する。正しい実装、エラーの識別、品質検証、その他の重要な詳細を含む。テスト環境は通常、予想される実稼働環境と同一、または可能な限り近くなるように設計されている。これには、ソフトウェアのテストを実行することを目的とした、または実行するために使用される全ての機能、ハードウェア、ソフトウェア、 ファームウェア、手順、及び、またはドキュメントが含まれる。WAT および OAT テストケースは、理想的には、ビジネス顧客、ビジネスアナリスト、テスター、および開発者と協力して作成されます。これらのテストには、ビジネスロジックテストと運用環境条件の両方が、含まれていることが不可欠です。ビジネス顧客は、これらのテストの主要な利害関係者である。 テスト条件が研修基準を正常に達成すると利害関係者は開発が正しい方向に進んでいることを確信できる。すべてのテストケースが1回のテスト反復内で実行されるとは限らないため、研修試験業務は複数回実行する必要がある場合がある。研修試験業務は事前定義された研修試験手順を使用して実行され、使用するデータ、従うべき。 ステップバイステップのプロセスおよび実行後の期待される結果をテスターに指示する。実際の結果は期待される結果と比較するために保持される。実際の結果が各テストケースの期待される結果と一致する場合、テストケースは合格したと言われる。不合格のテストケースの数がプロジェクトの所定の式位置に違反しない場合、テスト業務は合格したと言われる。その場合、 スポンサーとメーカーの間で事前に合意された条件でシステムが拒否または受け入れられる可能性がある。テストが成功裏に実行された場合の予想される結果目的は開発された製品が機能要件と非機能要件の両方を満たしているという信頼を提供することである。研修試験を実施する目的は完了し研修基準が満たされている場合 スポンサーが定義された要件を満たすものとして、製品開発、拡張を承認することが期待されることである。研修試験の典型的な種類は次の通りである。コンポーネント、またはシステムが要件を満たしているかどうかを判断するために、製品が開発され、サプライヤー組織の従業員によって実行されるサイトで実施される研修試験。通常、ハードウェアと ソフトウェアが含まれる。ありがとうございます。